はい、どうも皆さん、こんにちは。こんかりです。というわけでですね、本日も全ロストライトやっていこうと思います。全ロスしている場合じゃねえぞということでですね、本日最新アップデートが、実装されまして、毎週木曜日かな、はい、この全ロストライトはね、アップデートされる、神ゲーなんですけれども、今回のね、大型アップデートにより、キャラがですね、非常に、なんかかっこよくね、初期画面これ配置されてるんですが、おっぱいが目立ちますねということで、男性のね、皆さん大歓喜でしょう。ということで、今回ね、使っていく武器は、MP7 と SR15。で、SR15 はね、過去の動画見てください。はい。MP7 もね、いつも使ってる形なんですが、今回ですね、注目していきたいところが、最新アップデートでね、まさかの6装備が弱体化されまして、ちょっとね、翻訳をしたので、読んでいきたいと思うんですが、まずですね、重装甲は優れた保護を意味しますが、騒音が大きくなります。あなたが静かに歩いていても、サウンドインジケーターはあなたを検出しますということで、これね、スニーキングが、ワンチャンね、引っかかる可能性あるんですよね。だから、さすがに、6装備、大幅弱体化受けすぎかなというふうに思うんですが、ちょっとね、検証できてないので、これね、何かわかる方いましたら、ぜひとも教えてください。で、6ヘルもですね、すべてのクラス6ヘルメットを装着すると視界が狭くなり、サウンドインジケーターの感度が低下します。ということで、音が聞き取りにくくなるみたいなんですよ。はい。6装ね、非常にカチコチなんですが、デメリットが追加されたということで、ね、環境が大きく変わるのかもしれません。はい。カチコチって言ってもね、6層貫通弾ね、持ってく敵いっぱいいるから、正直紙切れなんですが、紙切れがね、ゴミになりました。はい、ということで、今回は紙ゴミになったね、6層つけて、秋山マッチングやっていこうと思います。レッツゴー！はい、ということでね、秒速でマッチングしたんですが、なんかさ、今日やけに人多いなと思ったら、祝日じゃねえか。はい。忘れてました。僕に祝日という概念はないんですが、たまたまね、お休みいただけたということで、早速ね、今日もこのクソゲー遊んでいこうと思うんですけれども、とりあえずね、祝日に浮かれている、バカタレどもをね、しばき倒していきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい。はい、ということでね、アップデート初戦なんですけれども、どのようにね、6装備が弱体化されたのか、非常に気になるところではあるな。はい。僕はね、4装、5装、3装、2装、1装すべて使わないんで、うわ、マジこれこれさすがにひどくね？嘘だろこれ。マジか。予想以上にやばいじゃん。これ。うわ、最悪。マジ6層切る意味なくなった。マジですか。これはちょっとさ、やりすぎじゃない？さすがに。気持ち悪い。これ、本家がさ、どうなのかわかんないけど、本家もこんな感じなんかな？6層さすがにこれはさ、やばすぎ案件入っちゃってます。はい。弱体化受けすぎだろということでね、雑魚すぎオッツということで、いや、これ5ヘルでいいかな？じゃあ、ヘルメットは。6ヘルにする意味ねえな、これ。うん。あとはね、この、サイレントが、どこまで、なんか弱体化してるかみたいなところあるんですが、これに関してはね、ちょっと検証のしようがないので、一旦ね、水に流しておきまして、マジか。これはさすがにひどい。はい。ということでMP7 持っていきましょうか。これ、秋山のさ、爽快感がなくなっちまったね、みんな。せっかくさ、秋山のこのね、自然豊かな広大なマップをさ、なんか、景色見ながら楽しむのがこの全ロストライトだったんですが、もう醍醐味が消えましたね、また一つ。はい。ちょっとこれはですね、5ヘルの方が良くなったので、もう僕ね、6ヘルつけるのやめます。はい。これでね、6ヘル2機が、減るので、5ヘルのね、貫通弾を使える、SKS とかさ、そういった遠距離武器が光ってくる可能性ありますね。はい。これは環境大きく変わる可能性があるんで、皆さん気をつけましょう。というわけで、一旦まずは僕はこの展望台を、開けに行こうか。さあ、まだ開いてないよな。オッケー。は？開いてんじゃねえか。これマジかよ。いるな。しばきます。こんにちは。ファーストストライクなめんじゃねえぞ。開けやがって俺より先に。ふざけるんじゃないよと。ははは。まずい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 。まずい。一旦閉めよう。で、これさ、5ヘルに変えてみよっか。はい。視界が開けました。良好です。これでいいな、マジで。で、この弾薬ケースとか、そう、弾薬もさ、出にくくなったんだって、なんかレアの弾薬がね。なんで、まあ皆さんね、その辺もね、まあ把握していただいて、で、なんか知んないけど、まだいるんで、ちょっととりあえずさ、気をつけていこうか。で、なんか知んないけど、その、ドッグタグもね、今までね、携帯してればよかったんですよ。ドッグタグも携帯してれば、帰れたんですが、これからはね、携帯じゃなくて消費しないと帰れないというわけで、マジでね、その辺もね、変わっているんで、仕様が。だからドッグタグはね、拾っといた方がいい。これからね、ドッグタグの、価値っていうのが上がってくること間違いなし。はい。というわけで、しっかりとジャケッティングをまずはオープニングしまして、まあ、しょうもないけど、まあいいか。とりあえずはまあ一旦ここで、道具箱とかも開けといて、スーツケースも開けて茶を濁していく。うわー、しょうもないな。とりあえず、リロードかましていきますか。まだいるんだよね。これ絶対6ヘルじゃない方がいいな。うん。それだけはもう分かったわ。検証成功です。はい。なんかこの辺しょうもな。しょっぱ。いや、絶対まだいるからな。怖いな。どうせ見てるんだろ？どうせどっかで見ているんでしょうと。いや、怖い怖い怖い。撃たないで、マジで。手榴弾怖い。手榴弾2機が。おい、ミスありました。ありがとうございます。はいはいはい。じゃあ、まあ、メスだけは確保しておきましょうか。はい、ありがとうございます。というわけで、まあ、6装備ね、まさかの超弱体化入っちゃってるんで、これはね、6装が減ってしまう可能性あるな。そうするとさ、結局うまい敵が減るから俺たちにとってね、メリットがねなくなってくるんですよね。で、僕も6走なんてもう来たくなくなったし、ちょっとこれからはね考えていかないといけない。はい。6ヘルはマジで雑魚くなってしまったんで、まあ、気をつけましょう。で、まあ、逆にね、強化された6走とかもあるんで、まあその辺もね、また別の動画でやっていければなというふうに思うんですが、とりあえずなんかいますね。あんなところに。あれはマロか？はい。やっぱこうさ、わかる方がいいよな。わかるっていうか、この、ちゃんと視界がさ、開けてる方が、マジでやりやすいというか、うん。こんなんだってもうやだよ。はい、またいた。はい、しっかりとしばいていって、なんかファーストストライクとかいう、あれなくなったか。あれもマロか。全員マロだな。いないですね、プレイヤーが。みんなもうやめたか。さすがにクソアップ出すぎてやめてしまったのか。まあ正直、まあ僕的にはまあどっちでもいいんだよな。でも、6層のさ、ヘルメットを着てくる敵とかが減ってしまったら、結果的にしばいてもまずくなってしまうので、まあちょっと良くないかなって思いますが、まあとりあえずね、視界が悪くなってしまった6層を使うね、ものはいなくなるでしょう。まあただ環境が変化するっていうわけで、まあいっか。環境が変化してくれるならまあ文句はねえよ。こうやってさ、1週間ごとにさ、なんか大幅に環境が変わってしまうのが、この全ロストライトなんでね、まあ、非常にさ、なんか、まあ、動画実況者としては、まあ楽しいよね。うん。ゲーム実況者か、動画実況者って何でしょうか。はい。ということで、もう帰ろっかな。まあ大体検証は済んだし、まあ行こっか。あとはなんかさ、秋山にも、レイモンド2機がね、なんか湧くようになったりとか、なんかいろいろ変わってるみたいなんで、まあそれはそれでね、また、なんか新しい感じなんで、まあ、楽しみですね、非常に。レイモンドさんと僕会ったことないから、これは非常に楽しみなアップデートです。はい。ということで、まあいろいろね、追加とか変更とかされてるので、まあこれをね、機に、まあ、またね、全ロストライトをやってみてください、皆さん。まあ全ロストライトをね、引退した方も、まあまた復帰してみればいいんじゃないでしょうか。はい。変わってるからね、本当に。さあ、というわけで、まあちょっと帰りましょうかも。用はねえわ、この秋山には。うん。レイモンドが湧いたら、レイモンドがさ、湧いたってさ、またマップ上に出るんかな。まあちょっとその辺もね、全然詳しくないので、まあ有識者の方、ぜひともコメント欄でね、コメントしていってください。今回のね、アップデの詳細とか、僕がね、知り得ない情報をじゃんじゃん書いてくれると嬉しいです。お願いします。はい。皆さんのね、コメントのおかげで成り立ってると言っても過言ではないんで、僕の動画は。はい、ありがとうございますという感じなんですが、今いたかな？いっかも。ガチでいいや。とりあえず帰ろ。さよなら。ありがとうございます。ということで、なんかね、バカタレが、なんかチーム加入してるんで、もうさっさと帰りましょう。マジで。マジでちょっと良くないわ。これさ、マッチングをさ、変えてくんないかな。新マップ来てくんないかなと。もうそろそろ新マップ欲しいよね、みんなね。飽きてしまってるんじゃないでしょうか。はい。ということで、もうさっさと帰ります。対戦ありがとうございました。はい。ということでね、本日の最終結果はこちら！88万円！しょぼすぎる！一人しかしばいてないんで、致し方なしなんですが。で、アイテムがね、これ、ドッグタグなくなってしまうんで、マジでね、気をつけましょう。はい。1個なくなったのかな？ 1 個だけで帰れるようになったのかな？ちょっとその辺わかりませんが、見てみましょうか。一旦ね、シェルターに戻って確認してみましょう。ドッグタグが1つだけ減ってるかな？いや、2つ減ってるかな？はい。多分、2つ減ったね。ということで、ね、ドッグタグこれから、かなり重要になってくると思うんで、その辺のね、ドッグタグの値段とかにも注目していきたいところではあります。はい。皆さんね、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。以上、こんぐらいでした。じゃあな、じじー。